吉田さん、堀江さんの近畿大学の講演、未来は分からないっていうのと対比するように孫さんのね、未来は分からない、果たして本当にそうでしょうかという問いかけ、この2つね、やっぱりね、私も同じように感じましたよ。で、未来っていうのは分かるものもあるんですよね。確実に年を取っていくってことと、確実に老いて体力が落ちるってことと、確実に周りの人は一人ずつ死んでいくってこと、そして、どんどんね、国が貧しくなるってことですね。これはかなり高い確率で分かることであって、あと南海トラフ地震みたいなのも、まあ、来るのは確実視されてるわけじゃないですか。で、いろんなデータ見ると確実に来るなと思うわけなんですよ。少なくとも私が生きてる間に、生きてるこの場所に。でもほとんどの人はそれが分からないか、分かっていても何ら対策打ってないんですよね。どうなっちゃってるのかなと思いますよね。で、今ね、私こういう暮らしを送ってますけども、自分で富とかね、時間っていうのを作り出したから余計思うんですけども、これ俺がやってなかったらなってないなと思うんですよ。誰かからポンと与えられたもんでもないし、ラッキーは多少あったんですけども、確実に言えることは全部自分でやったってことなんですよね。だから自分でやらなかったら何ももたらされてないんで、このありがたみは分からなかったと思うんですよ。どこで折れていても、どこで手を抜いていても、今日というこの暮らしには行き着いてなかったと思うんですね。で、あらゆるものが多分思い通りになってなかったでしょ。全部自分でやったから全部自分で収穫できたと思うんですよ、それがね、2013年に大きなきっかけとして始まったのかなと、だからあの日を境に歩いた人生、一日でもかけたらこうはなってなかったなと。そして人に頼らずに全部自分でやったってことがすごく大きかったと思うんですよ。だからこのリアリティが多くの方にはないんじゃないですかね。なんとなく誰かに助けられて、なんとなく誰かに守られて、なんとなく目の前にご飯があって、だから明日もそうなる、5年後もそうなる、10年後もそうなるっていうふうに、考えないにしても危機感を持ってないんじゃないかなと思うんですよね。もう私はもうその危機感はすごくあるんですよね。やばいなと、もう手遅れかもしれないなっていう焦燥感は常にあるんですよね、だから動けるところもあるのかなと思いますし、もしかしたら間に合ってないかもなとかも思うんですよね。これはずいぶん前からですけど、やりきっていかないといけないかなと。何をやるのかわからないけども、自分でそれを編み出してね、外れもあるんで、大体外れますからね。だからたくさんやっても当たるのがほんの1個か2個なんで、まだまだ無駄打ちが多いなってことですね。いってらっしゃい。